受験シーズンの到来です。今日から大学入学共通テストが始まりました。初日の今日は地理歴史公民国語外国語のテストがあり、全国でおよそ49万人、県内では大分大学など5つの会場でおよそ3300人が志願しています。去年まで義務化されていた試験中のマスク着用が自由となったほか、新型コロナに感染した人や濃厚接触者を対象とした特例措置がなくなるなど、コロナ禍前の対応に戻りました。今日、県内の会場ではトラブルはなかったということです。2日目の明日は理科と数学の試験が行われます。